ブルマイナス82、B 爆弾ブルマイナス82爆弾の爆発デイジーカッターは軍事スラングで地表の構造物を投げ払うように吹き飛ばす爆弾、あるいはそのような目的で作られた延長新化を指す。デイジーとは、雛なの英名のことで、ひなぎくは原産の欧州では芝生の雑草扱いのため、デイジーカッターは雑草を狩るものという意味になる。 代表的なものとして、アメリカ空軍が開発した、総重量約6 8 0 0ラムの巨大爆弾、正式名称ブル -82b がある。ブル -82b は、爆薬には、スラリー爆薬を使用し、作薬重量は約5 7 0 0ラム。C-130 輸送機などから投下した後、パラシュートを開いて減速しながら降下。 地上約1メートルの高さで新幹が地面に接触し爆発する。誘導装置がついていないため命中精度は良くないが、目標をピンポイントで狙って使用するものではないため、影響はないと考えることもできる。ブルマイナス 82B はベトナム戦争の時に開発され、当時は爆発によってジャングルの木を一気に投げ払って簡易ヘリポートを作るために使用された。 また湾岸戦争時には地雷原除去のために使用され、その爆発を見た兵士の一部は戦術核兵器の爆発と誤認したほどであったという。また、イラク戦争では、ブルマイナス 82B の爆撃を受けたイラク軍は、アメリカ軍が原爆攻撃を行ったと報告した。ブルマイナス 82B に限らず、デイジーカッターは燃料気化爆弾であると言われる場合があるが、 これは間違いであり、区別すべきである。この間違いは、現在一般に流れているブルマイナス 82B についての情報を、マスコミなどが独自に推定したことから広まっている。また、スラリー爆薬にアルミニウム粉末などが混合されているとの情報から、ブルマイナス 82B は、粉塵爆発を動作原理としているとする報道や、ウェブサイトがあるが、 これも完全な誤解である。アルミニウム粉末を空中に散布して爆発させるためには、濃度などの厳しい条件を満たす必要があり、信頼性にかけ、実用兵器とはなりえないと考えられている。火薬学においてよく知られているように、爆薬のモードを高めるためのアルミニウム粉末の添加は TNT や RDX でも一般的に行われており、欧米では葉っぱ作業に用いる スラリー爆薬にもアルミニウム粉末が添加されることが多い。使用目的が破片による人員殺傷や機材の破壊ではなく爆風によって森林などの構造物を薙ぎ払うことであればアルミニウム粉末の添加は適切と考えられる。2008年7月15日、アメリカ空軍が保有する最後のデイジーカッターがユタ州の演習場に投下され爆破処分された。 後継装備として、マッシブオードネンスエアーブラストボムが存在する。ありがとうございます。